横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。横浜 DeNA ベイスターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先制のバッターは2番に入っている村上。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。掘った、2塁アウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは3番のデスパイネ。ホークスダブルプレーでランナーなくなりました。この回のホークス打線ですが、たった3球で2アウトになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。さあ、これからホークスが守備につきます。桑原が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。まず何を投げてくるか。バッター、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている牧和田。まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー和田、そしてキャッチャーはデスパイネ。このバッテリーを初球変化球は空振りです。高め、ストライクになります。ノーボールツーストライク。変化球で空振りを取ります。スリーアウト、チェンジ。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは DH 関根。ホークスレートバッター、ファーストうまくさばいて一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには5番柳田。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、切れていきます、ファウル。低め、あっという間に2ストライクです。打ちました、取りました、アウト、2アウト。バッターボックスには6番山川。2アウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ、簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。切れていきます、ファウル。ツーストライクです。これもファウル。一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏になります。さあ、ベイスターズ、この回は4番から始まります。バッターはオースティン。ホークス得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。コーナーを攻めます。ノーボールツーストライクです。打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。5番バッターブラッグス。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。さあ、2球目は何か。大きく外しています。ボール先行です。
次が4球目、外の変化球、空振りです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。見逃して三振です。バッターボックスには指名打者の落合。ツーアウトランナーありません。初球ボール、次が2球目、変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か、変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。西さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。そうですね、主導権を、ね、早めに取りたいですよね。打ちました、林アウト、ワンアウトです。8番バッター辰巳、岩永、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターは9番に入っている近藤。ツーアウトランナーありません。この回のホークス打線ですが、2球でアウト、あっという間にツーアウトです。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。引っ張った、オースティン、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。小宮山さん、両投手の立ち上がりをご覧になっていかがですか。いや、もう素晴らしいですよね、まあ、なかなか思うよりバット切らせてもらえませんから。好調な両ピッチャーの投げ合いです。これから3回の裏、ベイスターズの攻撃です。アウトコース打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番林、ワンアウトランナーありません。初球ボール、高めに決まりました、156キロ。サード取った、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている松尾、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました、ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ボール先行です。真ん中へ、4球目は何で来るか、これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。回は4回の表に入っています。ソフトバンクホークス、打順よく1番から始まります。山田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ホークス、得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。これが4球目、引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウトです。2番バッター村上、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れました、ファールボール。バッターボックスには代打のデビッドソン。外の低めです、ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか、見逃し三振、ツーアウトになっています。打順は3番デスパイネ、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク、2球目は何で来るか、直球で決めました、あっという間にツーストライクです。次が3球目、変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ここでホークス守備を変えてきました。
DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは桑原。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。コーナーを突きます。ここは150キロを超えてきます。打ちました。痛烈な打球入った。ホームラン。カーブだね。初球は何から入ってくるか。初球打ちヒットになった。ノーアウトランナー一塁です。打席には3番バッター筒香。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がる。最初は変化球できました。高めに持ってきました。154キロ。打ちました。レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。バッターボックスには4番オースティン。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。インサイド落ちました。取った。セカンドフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか。まあ、これまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。またファウル。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。ここもファウルです。打ちました。これもファウル。インサイド落ちました。今永アウト。ワンアウト。打順は5番柳田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。今永まずは先頭バッターを打ち取っています。宮崎が掴んで2アウト。バッターボックスには6番山川。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。2アウトになっています。これが2球目。打ちました。林一塁アウト。スリーアウトです。小宮山さん、援護を待つためにもこの得点差を維持しておきたいところですよね。そうですね。もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。粘りの投球ができるんでしょうか。2球目打ちました。取ってワンアウトです。バッターは今日 DH に入っている落合。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたい。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは アウトコース見送っています。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。打ちました。取りました。アウト。2アウト。バッターは7番宮崎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。引っ張った。デビッドソン一塁アウトで3アウトチェンジです。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるホークスの攻撃。川瀬がバッターボックスに入ります。先ほど初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー一塁です。バッターボックス辰巳。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ソフトバンク同点のランナーが出ています。初球は打ち、膝下厳しいボールですね。まあ、次は外というパターンもありますから泳がされないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インサイド落ちました。セカンドの右抜ける。あっと取れない。ホークスチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには近藤が入ります。続けて期待できるバッターに回ってますね。走ってきた。三塁
タッチアウト、盗塁失敗。初球からスタートしましたがここは失敗に終わりました。キャッチャー送球して、この場面これが3球目。膝元をつきましたが外れました。見逃して三振になります。スリーアウト、チェンジ。6回の裏、ベイスターズの攻撃。打席には1番バッター林。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス1点ビハインドで迎える6回です。大きく外れました。さあ3球目は何か。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。セカンドが落下点に入ります。バッターボックスは9番松尾。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。大きな変化球持ってきました。高めの釣り玉でしたが振りません。外れています。ボールになります。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。はい、これはファウルになりそうです。取ってスリーアウトです。次のイニングはホークスのラッキーセブンでございます。7回西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。まあとにかくね、ボール球に手を出さないようにして絞り球。これから7回ホークスの攻撃です。大きな変化球持ってきました。引っ張った、これはサードライナー。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは積極的に打ってほしいですね。そうですよね。ワンアウトランナーありません。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番デスパイネ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ファウルボール、打球の行方にご注意ください。ファウルボール、ファウルです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか。そうですね、もうこれ以上点を取られると致命。初球陣、センターに打球伸びる、センター掴んでワンアウト。3番バッター筒香、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。松井、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、取った、アウト、ツーアウト。4番バッターオースティン、先ほどの打席はピッチャーゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。引っ張った、取った、一塁アウト、スリーアウトです。8回の表、追いかけるホークスの攻撃。バッターは DH 関根。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ベイスターズピッチャーが変わります。4番初球打ち、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには5番柳田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。打ちました、セカンドが取る、ツーアウトになりました。6番バッター山川、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。バッターボックスには代打の稲葉。
ツーアウトランナーありません。ファウルになります。2球目打ちました。見事起用に応えました。ツーアウトランナー1塁。7番バッター川瀬、先ほどの打席でヒットを放っています。低め打った、セカンドが抑えた、1塁アウト、これで3アウト。ここでホークス守備を変えてきました。8回の裏に入りました。ベイスターズの攻撃、5番バッターブラックス、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。初球時この打球は落ちるか、どうだ、川瀬が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには指名打者の落合、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。松井、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド空振り、だいぶバットとボールが離れていました。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、そのままスタンドに、甘くなった。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは変化球できました。ボールになります。変化球タイミング合いません。次が3球目、高めに決まりました。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。追ってツーアウトです。打順は8番林、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。なるほど、さあどう来るか。これはバットが泳ぎます。3球目は何で来るか。引っ張った、ファーストの横抜けました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。ツーアウトランナー2塁。さあそして打席には松尾が入っています。さあ追加点は許した、タッチもセーフ。初球から積極的に振ってきました。2球目は何で来るか。三遊間抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、レフト前ヒット。ホークスさらにピンチが続きます。さあそしてバッターボックスには桑原が入ります。さあなおもランナースタート、キャッチャー2塁送球する。これで単打でも2点入ってしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。の攻撃はここまで。ついに最終回を迎えました。追いかけるホークスの攻撃、バッターボックスは8番辰巳、先ほどの打席はライトへヒットを放っている。バッターボックスには代打の柳町。ベイスターズピッチャーが変わります。マウンドに上がる
2球目打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターボックス近藤、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっとショート打ちました、マッアウト、ツーアウト。打順はトップに帰って山田、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。前の打席はアウトにはなりました。打ちました、取りました。これで3アウト、試合終了になりました。ソフトバンクホークス